ーの。永田を演じました山崎賢人です。初めて原作を読ませていただいたときに絶対永田やりたいなと思い、いざ撮影をさせていただいて、本当に何だろう、この永田の人間としてのダメさだったり弱さだったり愚かさが自分の中で本当に魅力的で共感できるなと思って演じていたんですけども、それを同い年の松岡茉優ちゃんと一緒に、雪貞監督さん雪貞さんに経緯がこぼれ出していただいて、本当になんか映画としての劇場として、なんか映画として劇場が本当にいい作品になったなと思ってます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。永田くんを7年間支え続けた咲ちゃんを演じました松岡茉優です。私も最初にお話しいただいて台本読んで言いたいなっていうセリフがたくさんあったし、わかるなわかるなと思いながらずっと読んでいました。今まで恋をしたことがある人、大事な人がいたことがある人、そして今まさにいる人、誰かを思ったことがある人には必ず響く作品になっていると思います。ご自身の大事な人や大事なものと照らし合わせながらこの物語を見てもらえたら嬉しいです。そして願わくばもっとたくさんの人にもっともっと早く見てもらえたら嬉しいなと思ってます。二人乗りのシーンがあるんですけど、そこはすごい頑張ったので。大変そうだったねあれ。見てなんかすごくいいシーンになってますし、見てほしいなって思いますね。あそこ僕も感動しました、自転車のシーンですよね。あれちゃんと健人くんが漕いでるの、そうよ、俺が漕いで、あれなかなか大変そうじゃない、その漕ぎながらセリフ言うって、割と集中、そうそう、セリフも4ページぐらいずっと永田くんのセリフだったんですよ。私が合いの手入れるもなく、うん、そして私を乗せてさらに長回し、し一本撮り、そうカットは割らないって最初から決めてたんで、2回で OK、 1回も噛まないんですよ、あの4ページくらいだから、もう1回テイク重ねたのは監督の、ね、あの気持ちで、あの山崎さんの NG じゃなかった。信じられなくないですか。全然もっと短いシーンで噛むのに、俺とのシーン神々だったじゃないか。あそこは逆にもう仕上げてった感じ、なんか、松岡さんはどのシーンが推しシーンですか。推しというか、なんか、私が胸が一番痛かった、胸が痛くなる映画ではあるんですけど、その中でも私的に痛かったのが物語の後半で、永田くんが咲ちゃんを迎えに来るシーンがあるんですけど、そこでもうこの2人はって思ってしまう感じが私は知ったんですね。今までずっと永田くんに咲ちゃんが献身的に支えていて、パワーバランスでももう永田くんがいて咲ちゃんがいるっていう感じだったんですけど、あのシーンからはパワーバランスが変わるというか、なんかああもうこの2人は一緒にはいないんだな多分なって思えば思うほど、永田くんがこう急に献身的に、今までずっと振り回してたくせに急にこう荷物重い持つとか、俺が漕ぐよ座りなよとか言って、なんか鍵は鍵とか言ってるのもいたたまれなくて、あのシーンはこうきっと皆様経験したことのある、あもう終わりなんだなっていう瞬間だったなと思うんです。そうでしたね。梨が大好物なわけですよ、はい、この永田が。で、梨どうぞ、あお疲れ様って渡されたら
いい顔でおおって言いながら食うんですよ一口。あの時のおおって言った山崎の嬉しそうな梨を食べる顔が後々にものすごくこの次の瞬間に憎たらしくなるんですけど、あの顔がね、あれ演出で絶対難しいです。あれはやっぱ山崎が常にああいうところを持ってるんですね。ちょっと人たらしなダメな部分を多分あるんでしょうね。無自覚にね、あれ無自覚にやってたでしょ。そうですね。あれ演技？演技プラマ。まあでも演じようとしてなかったよね。全体がそうだもんね。なるべく演じないようにっていうのが永田の今回のテーマだったんで。いい顔されてたんで、ぜひね大きなスクリーンでその細かな動きを見ていただきたいなと思いますけれども。さあそして。